フロディーテ TV をご覧の皆様、こんにちは、勝木理恵です。お誕生日には、毎年ね、旦那さんと2人で、旅行に行っております。ということで、お誕生日感謝祭パート3。知らん人と会話してる。霧なのか雲なのか、果たして。すごい、雪見えなくなってる。幻想的。なんかこれは肌に当たるとヒヤッとした感じ。ねえ、本当の飛行機でこう、見る感じが目の前で。珍しいです、ね、もう完全に風車が見えなくなっちゃった。見えるけど、でもなんか遠くは見えないじゃないですか。遠くは見えないですよね。でもね、向こうへね、引き抜けるとね、雲が高いんだよね。意外と上から下が見える。へえ。霧になるんですか。雲が降りてきてる感じになるんですか。雲イコール霧。へえ。またそれ。へえ。山にガスがかかるって言ってる。ああ。でやっぱ雲の中にいるってことね今。あ、本当だ、海見えてきた。これって体験とか。どんな感じでさせてもらえるんですか。今日は無理だけど。大体はもう左足の丹田の体験して、足場所によっては地上練習を少しやらせてもらう。一人で座らせて、こういう斜面でポコーンと飛ばして。すぐに練習してできるもんなんですか。できません。だから斜面を飛ばすだけでやっぱそういうグライダーを使うんです。ああ、種類があるんですね。今回やっていくとポーンとスタートする。へえ。斜面を置いていく。部屋もありますけど、大体は今はもう浮かんでるんです。そっか。一人でできるようになろうと思ったらどのくらい練習が必要ですか。まあ、もちろんセンスとかあると思う。これで皆さんみたいに飛ぶんだったら10回ぐらい、そのくらい。タンデムで飛んで教えるんですよ。この子は大丈夫だなと思ったら、うん、出して。へー。あとはどれぐらい通えるか。あー、なるほど。あれだけ暑い人はやっぱり忘れちゃいますもんね。楽しそう、やりたい。楽しそう。やるじゃないとね。すごい。すごい。日本で世界で一番軽いハーネス。ハーネス、あ、そうね、そうね。これがあのさっき広がってたあれですか。なんかお尻の下にこう。あ、ないです。これはないやつ。どうしよう。なんかさっきカヌーみたいなのに足が入ってた、あれはレースよってことですか。これはじゃあお尻すらないためって感じなんですか、着陸の時に。そうそう、
たいじゃないですか、そのためのクッション、そうそう、じゃあ上空での椅子っていうイメージではないんですね。ああ、そうですね、これはもうちゃんと、ああ、でも違うに、ね、あ、違う、あ、見てきた、あ、本当だ、わあ、すごい、見えてきた、そして雲の中に消えていったねえ、あ、消えていった、千畳敷からの絶景は見えませんでしたが、とても楽しい時間となりました。こんなでかいバッタ久々に見たの。ミンザキッチンってやつどっかが、萩のキッチン、まだ、近くから島根に近くなるんですけど、シーマートが、道の駅シーマート、写真はそっちの方持っていくんですよ。萩もいい場所ですね、小京都。そしたら、例えば萩方面にちょっと足伸ばされての、秋吉台っていうのもいいと思います。明日の朝ちょっと早めに出て、10時ぐらいにシーマート行って、10時ぐらいになんかちょっと早めにブランチ、的になんか海鮮丼みたいな食べての秋吉台でもいいと思いますね。でも夏はこの山陰側は本当この9月ぐらいまではお天気さえ良ければもうコバルトブルーの海で、そうですよね、綺麗ですもんね。今日のちょうどあの角島大橋のあのコバルトブルーみたいな感じですね、本当でも季節季節で取れるお魚も違うから、またそれも一つ楽しみだったり、そうですね、魚好きにはもうそうですね、最高ですよね。まあ魚1個押さえとったらね、肉はね、まあまあその A とか言ったら美味しいの食べれる、お値段さえ出せばですね、魚ないですね、それこそあの空手市場早い時間に行かれたら、本当なんて言うんでしょう、あの回転寿司じゃないけどお寿司がずらっと並んでて好きなのを、そう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 フグの握りとか、フグ系のネタがいっぱいあったりとかね。そうなんですよ。あれしたかったんですけどね。ちょっと遅すぎた。それは次回ですね。今からホテルに移動します。あ、気持ちいい、やっぱり。風がね、やっぱりちょっと全然違いますよね。ますますカトリオル欲しくなりました。ですよね、やっぱりちょっとなんか乗って運転するとあって思いますよね。いや、もう絶対来年 SL 買えるように頑張ろう。ありがとうございました。いや、今日はこちらこそ、ホテルのお庭です。わ、実際に火ついてる。なんかね、向こうは日本酒バーがあるらしいですよ。
下関もね、結構日本酒有名なんですよね。ハンモック夕日が、あー、かけちゃった。今からご飯です。お誕生日感謝祭の喝采、山口といえば瓦そば。なんかところ変わればなんか見てる。違うの。エビがちょっと。へえ。私が知ってるやつはエビはもう見てない。へえ。そうなの。瓦そば御膳です。美味しいんですよ瓦そば。茶そば。そしてこちらが石焼き御膳です。これはシソワカメだな。シソワカメっぽいね。山口の定番のご飯のおかずだね。シソワカメ。動画撮ってたら安すぎました。部屋に戻りました。今日ですね、下関で、お会いさせていただいてた みどりさん、言っちゃっていいのかな、みどりさんから、お土産をいただきました。実はね、結婚記念日の20周年のね、お祝いもいただいたんですけども、今ちょっとね、車の中にあるのでこの辺に出しときます。ね、下関酒造さんだったかな、うん、下関酒造さんね、美味しいんですよ。まだね、飲んだことない方はぜひ下関酒造さんのお酒ぜひ飲んでみてください。海峡も下関酒造ですね、海峡っていうのもあるんですけど、海峡も美味しい。ぜひお試しください。ではみどりさん、いただきます。はい、わーいわーい。
ね、テレビの音に消されてね。ああ、津川さん、いただきます。小ぞーす。いただきます。では、いただきます。みどりさん、ありがとうございます。っていうか、小林さん、全然違う。はい。香りが変わってる。ちなみにさっきまで夕食で食べてた獺祭をお部屋で再度飲み直していたところでございます。風せんべい、これも美味しいのだ。目が痒くなってきたので、つけまを取りました。今からお風呂入ってきます。でしょ、はい、でしょ、ということで、また明日。